マーク・ノールズ、マーク・ノールズ、マーク・ノールズ、1971年9月4日台は、バハマナス層出身の男子プロテニス選手。ダブルスのスペシャリストとして知られ、長年の間カナダのダニエル・ネスターとペア組んで活躍した。ATP ツアーでシングルスの優勝はないが、ダブルスで55勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス96位、ダブルス1位。 身長 190cm、体重 88kg、右利き。バハマ諸島が男子テニス国別対抗戦、デビスカップに初参加したのは1989年のことであった。マーク・ノールズは初参加の時からデビスカップバハマ代表選手として活躍し、2008年までデビスカップ通算41勝32敗を記録した。 1990年から1992年までは学生テニス選手としてカリフォルニア大学ロサンゼルス校に在籍し、1992年からプロテニス選手として活動を始める。ノールズのダブルス初優勝は1993年カナダマスターズでパートナーは当時シングルス世界ランキング2位のジムクーリエであった。 1995年全豪オープンでダニエルネスターとペアを組み、初めて4大,大大会の男子ダブルス決勝に進出したが、ジャレット・パーマー、リッチー・レネバーグ組に敗れて準優勝になった。それ以来、ノールズはほとんどの大会でネ、ね、スターとペアを組むことになる。1995年ジャパンオープンテニス選手権で優勝しているが、この時はジョナサン・スタークと組んで出場した。 しかし1996年の同大会では、リックリーチと組みながらも、決勝でオーストラリアの強豪ペアのウッディーズに完敗している。1998年は、ネスターとのペアで、全仏オープンと全米オープン準優勝があり、なかなか四大大会ダブルス初優勝に手が届かなかった。ノールズとネスターが、ようやく祝賀を実現させたのは、2002年、全豪オープンであった。 ミカエル・ロドラ、ファブリス・サントロ組を7から6、6から3で破った優勝は、4大大会男子ダブルス初決勝進出から7年後の長い道のりだった。こうしてノールズはバハマに、初めてのテニス4大大会タイトルをもたらした選手になった。同年には、全仏オープンとウィンブルドン選手権でも、ネスターとのペアで決勝に進出したが、全仏では、エフゲニーカ・フェルニコフ、 ポール・ハーフンス組に、ウィンブルドンでは、トットウッド・ブリッジ、ヨナス・ビオルク・マン組に敗れて、準優勝にとどまる。2003年前後オープン男子ダブルス決勝では、前年と同じロドラ、サントロ組に敗れ、大会2連覇を逃した。2004年全米オープンで、ノールズとネスターの組は4大大,大会ダブルス2勝目を、達成する。2007年前仏オープンの男子ダブルスで、 ノールズとネスターは5年ぶり3度目の決勝戦に進み、ルーカス・ドローヒー、パベル・ビズネル組に2から6、6から3、6から4の逆転勝利を収めた。これで2人の4大大,大会ダブルス優勝は3勝となる。2人は2007年の男子ツアー年関西終戦テニスマスターズ、カップコダブルス部門の優勝を最後に10年以上に及んだペアの解消を発表した。 ネスターとのペア会場後は、2008年と2009年は、マフェシュブパシュと主に組んでいた。その後は、マーディ・フィッシュやグザビエ・マリスと組むこともあった。フィッシュのコーチも務めた。2009年ウィンブルドン選手権で、ノールズは、アンナイ・コールレナ・グローネフェルトと組んで優勝し、初めての4大大会混合ダブルス優勝を決めた。 ウィンブルドンでは2002年の男子ダブルス準優勝が自己最高成績であったため、これはノールズにとって初めてのウィンブルドンのタイトルとなった。シングルスでのノールズは4大大会では2回戦止まりの成績であるが、ウィンブルドン選手権では4度2回戦に進んでいる。1995年ウィンブルドン選手権では1回戦でマルセロリオース破った後2回戦で 松岡修造に1から6、4から6、2から6のスコアで敗れたことがあった。シングルスでは2000年12月のコスタリカチャレンジャー1回戦で、ラズバムサバウに3から6、2から6のストレートで敗れたのを最後に ATP ポイントのつく、国際大会からは撤退しており、デビスカップバハマ代表としても、デビスカップ2003アメリカゾーン1回戦、対ペルー戦の1回戦、 イバン・ミランダ戦で4から6、6から3、1から6のスコアで途中棄権したのを最後にシングルスからは完全撤退し2004年以後はダブルスのみに絞って活動した。ノールズは2012年全米オープンを最後に41歳で現役を引退した。オリンピックのバハマ選手団としては1992年バルセロナ五輪、1996年アトランタ五輪、 2000年、シドニー五輪、2004年アテネ五輪、2008年北京五輪の5大会連続で出場している。バルセロナ五輪ではとのダブルスに出場し、1回戦で第1シードのジョン・フィッツ・ジェラルド、トットウッドブリッジ組に敗退した。アトランタ五輪ではシングルスとダブルスの両方に出場し、シングルスは1回戦でケネス・カール戦に5から7、3から6のスコアで敗れたが、 スミスとのダブルスで、ゴラン・イワニセビッチ、サシャ・ヒル・ユゾン組との2回戦に進出した。シドニー・ゴリンとアテネ・ゴリンではとのダブルスのみの出場で、シドニー・ゴリンでは2回戦で、第2シードのアレックス・オブライエン、ジャレット・パーマー組を6から2、6から4のスコアで下し、デビッド・アダムズ、ジョン・ラフ・ニーで、ヤーガー組との準々決勝まで進んだが、アテネ・ゴリンでは1回戦で、金メダルを獲得した。 ニコラス・マスー、フェルナンド・ゴンサレ組に5から7、4から6のストレートで敗れている。北京ではと、組1回戦で、第1シードのブライアン兄弟に2から6、1から6で敗れた。ノールズのゴーリンゴ大会連続出場は、テニス選手では7大会連続出場のリーナー、パエス、6大会のダニエル・ネスターに次マヘ・シュブ・パシ、アランチャ・サンチェス・ビカリオ、ビーナス・ウィリアムズと並んで、 史上3位体である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。